で遊んできます。前回か前々回、この優美な鍵、これ購入しましたが、これ説明読むとソウルの聖域って書いてあるんですね。でマップを確認しますと、これね、確かに昔ね、このソウルの聖域、現在いる場所のちょっと右側、扉がありましたね。そこを開く鍵っぽいですよね。だから今からちょっとそちらに向かってみましょう。で今回はせっかくなんでチャームを入れ替えますか。これ使ってみましょう。迅速なるフォーガス、ソウルを貯めるのが早くなる。あとはスパシュルーム、このコンビネーションね。ソウルを早く貯めてスパシュルームで胞子をばらまきまくるという、そのシナジー効果期待してみましょう。この先あれですね、扉。こちらを調べると優美な鍵、これを使う。おお、開いた。この先には一体何があるんだ。おーっと、敵か。ボス系か。しかし私今強化されてるからね。あーっと、必殺技をためんの早いぞ。ためんの早いぞと言いながら食らまくってんな。なんかこっち強いぞ。うわー、強い強い。最高スラッシュ、下切りで固めるか。ちょっと待って、あ、でも確かに速くなってますね。食べる速度余裕で間に合う。間に合うけど食らってる。しかしスパシュルムは爆発してる。やった、倒したぞ。あとはザコを倒してライフを回復。うん、早いね、確かにね。では先に進んでみましょう。ここかな、調べる。何かがある、何かのからくり。あー、なんだなんだ、また何かエネルギーを吸い取るのか。うわー、シェイドソウル、ボタンを押すと強力なソウルの魂を解き放つ。威力は上昇する。なるほど、これか。あー、暗くなりましたね。なるほどね、これを取りに来た感じなのかな、ここには。じゃあまた違う場所に行きますか。ちょっと動画を見直していたんですが、一番初めからね、気になる場所はやっぱいくつかありますね。初めの方でちょっと行くのが見逃していたような場所、動画を見直すと結構あるので、ちょっとそこら辺探っていきましょう。まずはスタート地点に戻ります、一回。こちら王の道の、なんか下の方にね、行けそうな場所があったんですよね。ここ。この、あ、そのなんか、これ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 。あれ？お金発見した。ここから右行けるんじゃないか、これ。どうだ？あ、進めるね。なんかあるぞ、これ。メッセージ。これお宝かな？調べる。死にゆく者の怒り。チャームか、これは。新たなチャームを入手して。さらに下。あら、戻ってきたかな？普通に戻ってきましたね。ここはこれまでか。じゃあちょっとこのチャームを確認しましょう。一体どんな内容なのか。これか。死が目前に迫ると使用者の力が増加する。なるほどね。次はカマキリ族の村のこの右側の方ね、一部行ってない場所があったので、行けるかな。この上ですね、上から持っていこう。ここ、この右、これ行ってませんでしたね。おーっと、お金が大量にある。ここはこれだけかな。お金がある場所のようですね。あとは上に行ってみるか。右側にお宝があるようですが、あれ行けるかな。あ、発見した、こんなとこで。これは気づきませんでしたね。まずはこれを入手。放浪者の西、じゃあ取りましょう。夢見の釘、アイテム回収開始。次は500集めるでしたね。これで全部か。ここは簡単ですね。話を聞いてみると、特にメッセージはないか。こっから左の獣の巣の手前にも夢見の釘を使える場所がありますね。そこまで行くか。一回ここ上に胞子の森がつながってるんですが、まだ行ったことないっぽいので、まだ先にそちら行ってみましょう。この激しい場所ね、行けるかな。こちら行けそうですね。どれどれ、何かあるかな。
こっから右に行ってみるか。あった、敵がいっぱいいるな。右に行ける。こちらには相変わらず暗黒の道がつながってますね。下に行くと敵がいるが、敵を倒して天井に敵やつを倒す。これは上かな。あら、ここはこれで何ましか。お金がある程度ですかね。すごいな、敵の数相当湧くな、これすごいぞ、めちゃめちゃ湧くぞ。うわー、降ってくる。うわー、多いな、多いな、やばいぞ。ライフを回復。どこだ、左の方に出ましたね、霧の渓谷。ん、なんかあるな、左。ここは声がするぞ。あららら、すっごい歌ってる。うわ、驚かれた。大丈夫か。ああ、敵だった。倒していいのか、わからない。倒していこう。ライフを回復。歌ってますね、話を聞ける。余計の預言者な、なんだ、夢見の釘。特にこれ以上進展はないですね。何かありそうな場所なんですが、何もない。こういう、なんだ、結構ね、話を聞けるだけの場所っていうのがこのゲーム結構ありますね。おーっと、足場急に。なるほど、ここに落ちるんだ。もう一回登るか。じゃあ次は右ですね。何かを開いて、どこだ、上に行けそうかな。上に来たけど何もないしか。ここは左下どうだ。危ない、落ちた。普通に落ちてしまったが、ここが来たことあるのかな。ここの通路がちょっと見つけることはできていなかった感じですかね。うん、ここが来たことあるな、多分見たことある、ここ。じゃあ戻りましょう、一回ね。さて、左の夢見の木の場所に行く途中、こちらね、左にこうスーパーダッシュしてみたら、ここ壊せそうな隠し部屋を発見した。こちら声がするな。イモムシか、イモムシか。幼虫の友、実績ロッカー解除。これでさらに、あ、また道があるね。まずは下に行ってみるかな。ここはこれ以上なりました。じゃあ左に行こう。もしかして幼虫すべて助けたのかな。いや、まだいるよね、どっかにね。奥に進んでみると、あ、またドッペルゲンガー発見したぞ。あいつの正体一体何なんだ、気になりますね。以前もね、暗闇の道で見つけましたけど、それ以来ね、会えませんでしたが、あいつに会うことできるのかな。あ、会えそうだぞ、この池は。どうだ、いるか。ああ、いなくなってしまった。くそ、野菜って何なんだ。でもこっちに好意的なメッセージっぽいですよね。向かってやるじゃないか。あら、お、さらに道が広がる。いるね、ちょっと上を向いてるような感じだが、いなくなった。くそ、おちょくってるのか、私を。まずは右だな。ああ、走ってる走ってる、リアルタイムで走ってましたね、今ね、下はね。上にも行けるようだが、ここはショートカットか。待て待て、やっと追い詰めるぞ。こちら、何の音だ。あ、扉が閉まっていく。あ、おお、おお、なんだなんだなんだ、明らかに罠。イモムシの幼虫と同じような感じですね。ノスク、くそ、なんなんだ貴様。ああ、突っ込んできた。おお、くそ、そういうことか、ただの敵か。しかし私今必殺をためるのがね、すごい早いからね。ああ、っとやばいぞ。しかし今しか回復するか。回復、回復する暇があまりない。奴の動きは今んとわからんな。まずい、安全性がわからん。ここは意外と安全か、そうでないか。
ここは安全のような気がするんだけどな。うん、やっぱりね、突っ込んできたらこうやって隠れる、そして回復する。いけるぞ、安全だ。飛んだ。ああ安全じゃなかった。あ、どこ行った？上から降ってくる。よし、パワーを貯めるか。よし、買ってこい。突っ込んでこないな。グレートスラッシュ当たらん。ダスシュラスにするか。ああっと、隠れらんない。今だ、今じゃ回復。ちょっとしか回復できないが、まだ上から。ああ動いてないと当たるんだこれ。意外とどころやつ結構強いよこれ。うい、命回復だ。回復して、よし、ここ安全。意外とまぬけな弱点があるもんじゃないやつだ。ああ、危ない危ない。飛んだ飛んだが、ああ、したそいつよ、マジで使っちゃった。ああ、しまった。あんな単純な攻撃を受けれないとは。結構残るな。お、ハマってるぞやつだ。やった、ハマったところで倒した。うわぁ、ドッペルゲンガーノックスを倒しましたが、仮面が割れた。あら、夢見の釘聞けないか。なんか残ってるね、ここに。ちょっとね、これは無理か。触ることもできない。これを壊しまくると何か起きんのかな。今のところ何も起きない感じですね。しかしこんな隠し通路にね、住んでるとかね、すごいね。お宝を発見。また蒼白の鉱石。次は何個集めれば強化できるんでしょうね。ここはこれまでかな。これまでっぽい感じがしますね。戻りますか。これ全部吊るされてるのは奴の犠牲になった虫たちなんでしょうね。こちらですね。ここ結構広いから回収するの大変だな。どうだ、下にも散らばるのかな。下には行かなかった感じですけど。あーっと、まずは右側から取っていきましょう。これで回収完了かな。奥に道があるのでちょっと探っていきますか。イモシャ発見。メメメメメメ。あーっと、足場だ。ここ右行けそうじゃないですか。下行けるね。隠し通路発見した。あら、ただのショートカットか。これじゃ何もなしか。残念。あ、この敵を避けて通れる、そういう場所ですねこれは。なるほどね。こいつ何気に強いですからね。この上は何でしたっけ、仮面屋の人がいるんでしたっけ。一回やってみるか。夢見の釘で話を聞いてみよう。やってきましたが、特に進展はないか。夢見の釘。お、なんか使ったら顔が変化した。必殺技を使ったらね、話の内容が変わりましたね。もう一回やってみるか。おら、意味ないか。仮面が取れたのかな。あとはここから左に行けば、以前ね罠にはめられた場所、獣の巣、あそこにボスがいるっぽいんですよね。3人のボスのうちの1人、確かになんか寝っ転がっていてね、何もできない場所がありましたが、夢見の鍵とかでもしかしたら進展するのかな。行ってみましょう。こちらね、調べる。何もないか。夢見の釘来た。イベント進行か。どっか空間にワープしましたね。ボス戦か。あら、普通に話を聞ける。今とも変化ないな。夢見の、これは切らないとイベントが進行しないのかな。はい、やっぱりそうか。切りまくって何起きるんだ。おら、どうだ、ボス戦ってわけではないのか。もしかしてただのイベントの可能性もありますね。長押し LT フォーカス。はい、あ、吸い取った。何かを吸い取った。わあ、吸
吸い取るる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 。仮面。実績のロッカー解除。従者。何かの封印が解けた。そんな感じか？それっぽいね。ああ、ボス戦はなかったようだな。なるほど、残り2つか。しかし今のところね、多分残り2つに行く手立てがないんじゃないかなと思いますね。まだ何かが足りない。もう一回下行ってみますか、これで。どうなるんでしょうね。変化はないか。これ何でしょうね。この謎の建物は。今なんか死体を倒してイベントが発生したので、ちょっと気になる場所がまた増えましたね。あの、蝶の道の、ジョニーのなんとかって場所？この風鳴りの崖のね、ジョニーの安置所か。あそこも綺麗な場所で死体が横たわっていて、チャームを取れましたが、あそこも夢見の釘使うとなんか、何か発生するのかな？気になるとこは全部行きましょう。あと行けそうな場所がちょっと記憶にあるのがここかな？ハイブ。ハイブのここの上。ここから左にね、多分スーパー出していけるんですよ。今んとこそこぐらいかな？思い当たるのが。まずはジョニーの安置所、向かいましょう。やってきましたね、再び。この美しい場所。下に降りていく。あ、いますね。話を聞ける。祝福の証を持っている。で、夢見の釘で消えてもらおう。これで話が聞けなくなるのはちょっと悲しいね。